こんにちは、はるあんです。今日はホットチョコレートを飲みたいと思います。ホットチョコレートってね、本当に美味しいのいや、私が作るホットチョコレートはですね、ココアをさらに濃厚にした感じなんですけど、私ココアが本当に好きでですね、冬になるとココアすごく飲みたくなるんですが、まさにその美味しいココアをもっと美味しくした、そんなスペシャルなドリンクです。ねえむちゃん、ねえむちゃん、それでは早速ホットチョコレート作っていきましょう。はい、それでは早速作っていきましょう。まずはお鍋を用意します。ここにココアパウダーですね。ココアパウダーはティースプーン2杯分お鍋に入れます。だいたい今から作るのは 2,3 人分のホットチョコレートが出来上がります。半量でもぴったり作れるので、量が少なくていいわって方は半量でも大丈夫です。はい、そしたらここにほんの少しのお水を入れます。このぐらいかな。ちょっとのお水を入れて泡立て器で混ぜます。最初はね、水とココアがこうなんかこう合わない感じがするんですけど、お水でね溶かします。できるだけ最小限のお水の量でね、入れすぎ注意です。で、お鍋の底で練っているとだんだんいい感じにペースト状になってきます。なりましたね。 OKOK。 そしたら牛乳です。牛乳は軽くマグカップ1杯分とりあえず入れて、はい、混ぜます。うん、最初に水で溶いとくとね、すぐに牛乳と馴染んでくれますよ。そしたらマグカップもう1杯分、軽く2杯目ですね、はい、入れます。大体の量でね作れるので、私カップでいつも測りながらやってます。軽く2杯分って感じかな。はい、よく混ざったら OK。火にかけます。そしたらゆっくりゆっくりかき混ぜながら温めていきます。よし、そしたらあれも出さなきゃね。主役の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 チョコレート今日はですね、ブラックチョコレートを使いたいと思います。やっぱりあのミルクのチョコレートを使っちゃうと甘すぎちゃうから、ブラックがちょうどいいと思います。で、なんと今日は2枚出したと思うんですが、2枚いっぺんに同時に使っちゃおうと思います。恐ろしいまあ大体このホットチョコレートがたっぷり2人分だとすると、1人板チョコ1枚ってことになるんですよまあね、あのカロリーなんか気にしてたらホットチョコレート飲めませんから、ゼロとは言わないけどもう溶けてなくなったぐらいの勢いでね、あの思っときましょうね。ちょっと一かけらそのまま食べようと思ってうん、めっちゃ美味しい。あ、ほらこのワンピース新しいんです。新しいワンピースを着てみました。なんかさ、ここが3つリボンがあるんですけど、なんとなく中華っぽくないですか。これでね、中華料理小籠包とか作りたいなと思ったんですよそろそろいい感じではないかなと思います。そしたらチョコレート入れていきます。いけー、ポキポキ折りながら、待って火弱めて、パパパ、あっぷなー、入れていきます。よいしょ。お砂糖は今回入れずに、本当にチョコレートだけなので、濃厚なチョコレートの甘さが美味しいんです。よし、オッケー。はい、板チョコ2枚 100g のチョコレートが入りました。そしたらゆっくりゆっくり混ぜます。で、チョコレートは結構すぐ溶けるんですけど、ここからはよく混ぜること、そしてちょっと煮詰めることが重要です。ちょっと煮詰めるだけでかなり濃厚なホットチョコレートになるので、もうちょっと火にかけて煮詰めます。ちょっと火を強くして、このぐらいと、あー、チョコレートのいい香りがしてきました。グツグツ言ってきたかな。はい、かき混ぜてかき混ぜて、だいたい一度ではなくて2度沸騰させるイメージです。なので、ここまず1回沸騰してきたね。あ、グツグツ言ってきた、グツグツ言ってきた。はい、これ沸騰1回目って感じかな。もう1回、おお、グツグツ言ってきた。いい感じ、いい感じ。ちょっとブクブク言ってきましたね。はい、よくかき混ぜて、よくかき混ぜて。
い、火を消します。おお、こんな感じでホットチョコレート完成です。あー、おいしそう。そしたらですね、次はじゃーん、生クリーム泡立てたいと思います。まあ毎度おなじみというか、私何回動画で泡立ててるんだろうって一回数えてみたくなるぐらい生クリーム使ってるんですが、はい、今日も使いましょう。やっぱりさ、ホットチョコレートの上にはクリームかなと思ったんですけど、皆さんどうですか？はい、じゃあまずボウルに生クリーム入れて、じゃあ泡立てます。いけ、かな、ちょっと緩めに泡立てました。あ、いいね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 はい、じゃあこれを上に乗せちゃおう。はい、ではいよいよホットチョコレート盛り付けていきます。今日のグラスはですね、まあ、毎度おなじみっちゃおなじみなんだけど、この丸いグラスとこの緑の絵のグラスですね、この2つにしようかな。軽くホットチョコレートもう一度ね温めます。はい、で生クリーム用意して受け皿、なんかね前ココアを作った時に確かねもうこぼれたと思うんですよ。だから受け皿ね用意しておきましょう。で、そしてはい、ホットチョコレート温まったので入れます。まずこっちの方が入れやすいからこっちから入れようかな。いきますー。はい、そしてこのグラスにも、意外とねサラサラしてるんだけど飲むととっても、まあ、濃厚だしね、このぐらいでちょうどいいんですよ。あんまり濃厚なホットチョコレートだと逆に飲みづらいっていうかサラサラ飲めないので一番危険な濃度ですちょっとこぼしたな、ちょっとこぼしたな、今拭きたい。よいしょ。そしたら、はい、そしたらじゃあ生クリームのせちゃいますよ。いけ。おお。わお。このグラスいっぱいにクリームのせたいんですよね。もう使い切りの勢いで。こんな感じかな。そしてこっちにも、うわー、どうしよう、うわー、かわいい。はい、ということでホットチョコレートの完成です。かわいい、もっこもこのクリームとホットチョコレートの組み合わせ、おいしくないわけがない。これあれですね、上からココアパウダーかけたらめっちゃ可愛いと思う。はい、ココアパウダーかけまーす。うわー、かわいい。いやー、かわいい、いい感じ。はい、では飲みたいと思います。いただきます。まあ、念願のホットチョコレートいただきます。上に乗ってる生クリームがちょっと固まってるというか、もう固まってるのでそれを溶かしながら食べるのがまたたまらないです。あー、絶対美味しい、絶対美味しい。あー、私ね、最近の私はホットチョコレートがすごい上位に上がってきてるの。ココアよりもチョコレートをねこう優先したくなってる感じ。ますます太りそう。本当に何もかもどうでもよくなるような感じ。すごく高カロリーを今私は飲んでるわけじゃないですか。なんていうか罪悪感を通り越して、もはや幸せなら何でもいいやって思う感じたまらないです。
もし私がカフェを出したら金曜日の夜、木曜日の夜がいいかなの夕方ぐらいにホットチョコレートタイムとか言って、その時だけホットチョコレートしか出さないとかやりたいみんなそこにめがけて来てくれますか、ホットチョコレートのみに。ということで、もう全部飲み干しそうな勢いですが、ホットチョコレートとっても美味しくできました。皆さんもぜひね、まったりしたい時、そしてまあちょっと落ち込んだ時とかね、ホットチョコレートぜひ作って飲んでみてくださいね。とってもね、元気が出ると思います。私が保証します今まさに私元気だから単純。ということで、今日も動画見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃーん。私はもうホットチョコレートの虜です。本当に虜今年の冬はココアよりホットチョコレート、そんな感じです。来年の冬はホットチョコレートをなんかこうもっと高カロリーになっていく、年々カロリーがすごそうになってきそうですね。ではでは、皆さんもぜひ作ってね。バイバイ。